ベイシャンロンは前期白亜紀に生息したオルニトミモサウルス類に属する重脚類の恐竜の属。化石は中華人民共和国から産出している。復元ベイシャンロンの化石は21世紀初頭に中国北東部の甘粛省の白馬城をサイトで発見された。タイプ種 B グランディスは2009年に中国とアメリカ合衆国の古生物学者の合同チームにより、 オンライン上で記載、命名され、2010年1月に、グレゴリー・ M ・エリクソンらにより公式に論文が発表された。俗名は、中国の地名である北山と、中国語で竜を意味する論に由来する。種小名は、ラテン語で大きいことを意味し、本種の体サイズを反映している。ベイシャン論は、約1億2000万年前に相当する。 アプチアンキとアルビアンキの境界の時代に生息していた。頭骨を描いたホロタイプ標本 FRDC GS グッチョブレイチから18は2006年に新民舗装群から算出した。パラタイプ標本は2007年に発見された2つの標本からなり、1つは孔子、もう1つはチコツからなる。1999年に発見された足の骨から、 なる4番目の標本、イベップ V12756 は、暫定的に本種に割り当てられた。大きさ比較ベーシャンロンは、オルニトミモサウルス類の中では大型であり、その推定全長は、ガリミムスの最大個体に近く、約8メートルに達する。論文の記載によると、ベーシャンロンはそれまでに記載された、明らかにオルニトミモサウルス類とされる恐竜の中で、最大で、 かつホロタイプ標本は死亡時点で成長中の個体であった。66センチメートルの大腿骨から推定される体重は626キログラムである。2010年にはグレゴリー・ボールが全長7メートル体重550キログラムという推定値を発表した。飛骨の構造の研究から13から14本の成長線が確認され、当該個体が 成長速度の低下した、アセイ体であることが示唆されている。ベーシャンロンの体型は眼鏡で、手、足、爪などが保存されていないものの四肢は長大であった。ベーシャンロンは記載者らにより、基盤的オルニトミモサウルス類に分類され、同じくオルニトミモサウルス類のハルピミムスと近縁で、あるとされた。2014年の研究では、デーノケールス科の基盤的位置に位置づけられた。 デーノケールスカには、ベーシャンロン以外に、ガルディミムスとデーノケールスが分類された。ありがとうございます。